西部劇ということで、やっぱりこの時代背景的にすごく渋くてかっこいいイメージが僕の中にあります。僕はそうですね、おそらく初めて西部劇ということで、で僕がやるパッド・ギャレットという役もそのアウトロー、西部のアウトローの世界の中の保安官ということで、治安相当悪いと思うんですけれども、その治安をね守るために激しい戦いが待っているのではないかなと思っております。そんな作品をこう僕ら現代の僕らが演じることで、こうまた新たなかっこよさが生まれるように、稽古したりこうみんなとセッションしながら生まれたらいいなと思っております。素敵な世界をお届けしますので、ぜひ劇場へ遊びに来てください。お待ちしております。舞台リトルファンダンゴ。